ヘラクロナスは、東ローマ帝国、ヘラクレオス王朝の皇帝。ヘラクレオス一世とその名、マルティナの子。公式には、ヘラクレオス二世であるが、若年の皇帝だったため長じて、なお通称、ヘラクロナスというあだ名が付きまとった。父ミカドがサーサーン朝、ペルシアと対戦している時に、ラチカで生まれる。 ヘラクレオス一世がマルティナと儲けた、おそらく4人目の子供であったが、体に障害のない最初の子であった。ヘラクレオスとマルティナ夫婦は、おじとめの近親婚であり、10人の子供に恵まれたが、障害児や病弱な子が多かったという。父ミカドの知性の終わりに、母、マルティナの影響力を通じて638年7月4日にアウグストゥスの称号を取得し、 641年父ミカドの死後遺言により、イボニー・コンスタンティノス3世と共同皇帝として定位につく。やがて即位後4ヶ月ほどでコンスタンティノスが休止し、ヘラクロナスが単独皇帝となるが、母のマルティナと共に、コンスタンティノスを暗殺したとする疑惑が流れない乱が勃発した。結局母子は権力の座を追われ、母マルティナは舌を切り落とされ、 ヘラクロナスは花をそがれて、ロードス島に追放された。定位は、コンスタンティノスの維持である、コンスタンス二世が継いだ。この事例は、定位を追われた皇帝に切断刑が加えられた、最初の例となった。古代より、ローマ皇帝の即位の条件には、五体満足でなければ、ならないという不分律があったため、二度と定位につけないように、失脚した皇帝の目をぶしたり、 鼻や耳などを削いでしまうという残酷な処罰が行われることがこれ以降しばしば行われた。追放後のヘラクロナスについて消息は不明である。翌年には亡くなったという説もあるが、定かではない。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チズム、ヒュー、エド、ヘラクリアス。エンサイクロペディアブリタニカ。 ケンブリッジユニバーシティプレスありがとうございます。